やろ。いや待って、強すぎるこれ。はい、どうもナスルです。ですね、今回はショットガンを、ショットガンの攻撃を受けても一撃で死なないというか、ダメージを大幅に減少させるっていう裏技がちょっとありそうなので、それをちょっと検証したいと思います。方法としては、盾を背中に背負う、これだけです。で、今試しにこれ打っています。このショットガンだとこの距離で、まあおそらく一撃で死ぬであろう距離です。これ何メートルぐらいだ、まあ、ちょっと場所ちゃんと決めてやるか。じゃあ俺ここに背中つけるから、いや、ここにこんぐらいにしよう。いくよ、せーの。死にますね。いくよ。あ、死なない、死なないじゃん。今体力全回復した？まだしてない。したら教えて。いくよ。まあ2発で死ぬぐらいか。で、これちょっと今度盾持ってこないで。いくよ。うん、おかしいぞ。おかしいぞ。どういうことだ。でこの間やっててめちゃくちゃそれ起きまくったから確かだと思うんだよな。なんか盾以外の人はすげえ遠距離からでもめっちゃ一撃で死にまくるのに、なんか盾背負ってる人に対してはね、マジで死なないんだよね。至近距離からなんか同時で死ななかった。向いてる方向に読んだかもしれないね、もしかしたら。うん、それだったら死ななかったりしそうだね。いくよ。あ、前段。え、は、当たってる？当たってない。一発も当たらない、肉体に。あ、こういうことだわ。わかった、こういうことだ。嘘でしょ、これ。あ、え、でも死なねえ、これで、これで死なねえ、やっぱり。じゃ、もうちょっと当たりそうなところに。死なないね。やっぱこれそうだわ。いや、これ強いじゃん、やっぱショットガンに対して。まあ、ちょっと限定的かもしれないけど。え、でもなんか俺正面から撃った時もそうなったんだよな。ど真ん中に当てて。何なんだろう、その違いは。まあ、なんかじゃあちょっと走り回って、それ。走り回って、適当に。あ、死なないね。まあ、とりあえず、なんか左側面から撃たれた場合は必ずなんかダメージだいぶ減少してるっていうのと、まあ、なんかちょっとでも多分なんか縦にかするような状態になってると、多分だいぶダメージ減衰するんだよ、こうやって。ほらほらほら。めっちゃ食らったけどな、今。これで死なないもん。これやばいよ、やっぱり。で、なんか真正面からでも多分、なんか何かしらの変な当たり方して、死なないことがあるっぽいね。死なねえもん、これ。まあ、ということで、まあ、だいぶ、なんか当たり方によってだいぶ、盾がダメージが、減少するっていう研究結果が得られました。あ、ちょっと微妙なマップだな。ほんと近接戦で猛威を振るいそうなんだけど。あ、いやいやいや、この盾を試すのがってこと。ボイもめっちゃ瞬間移動してんだけど。大丈夫か？全然ピン何も変わってないよ。いった！何これ？俺何食った？これやっぱこれ盾でクリアリング最高なんじゃない？これ。何、俺を使おうとしてんだ、ボイボイ。いや、してないけど。お、味方が、いいね。いった。強ったって、盾強っ。強っ、マジで。え、これやばくね？あ、やべ、ダメだ。
ちょっと待って、クラスターストライク来るんだけど。やめて、やめて。見えねえ。やろいや待って強すぎるこれV トル頑張れ。いやグレネード暗いんだな。ナイス。FPS 下手になりそうだなこれ。なんないなんない。あぶね。これ今ショットガンで撃たれたけど盾が守ってくれたパターンだな。ショットガンだい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 。これなんだこれなんか押されたと思ったらボインボがそれこれ今湧いたんじゃないの。違うよあ、そこ、あ、敵は湧いたんだと思う。それもうやばくね、途中参加でこれなかなかの勢いだったんじゃない。なんかやばそうだな。こんだけ広いとマーカー出したくなるな。どっからだ。宮殿の中でしょ。だ行って宮殿の中に持ってる人いるね。左上のその窓の小窓のところだけど、そこまで行くか。多分小窓のやつやったかな。また解散みたいな。これなんか全然こう空気が違うというかさ、敵の戦い方の。なんかめちゃくちゃ芋多いね解散これやべえな。なんか雰囲気楽しんでるのかな。124ってどの辺。普通にアメリカとかあって多分そうだろうね。なんかサバゲーしてんなマジCOD してねえな。ん？敵どこいんだ？幽霊の中にちょこちょこいたりするんだよ。やめてくれー。下手くそすぎる。ごめん。こちらはアルファ30、了解だ。 UAB が旋回を始める。うれ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 
電気どこ行ったの？逆でもいたこれ。VTR 行ってこい。ナイス VTR。 あ、待って、え、これヘリガンナなくなった俺の。あ、大丈夫だ。あ、終わっちゃった。いや、盾強いわやっぱり。サブ武器いらねってのが結構でかいよね。ああそうだね。チオリーの盾って昔のやつ使ったことないんだけど、昔からこんな強かったの？え、まあ切り替えめっちゃ早くね。まあ強かったじゃ強かったけどって感じ。ああ。